い、皆さんこんにちは。ユーフィッシュ TV です。本日は、魚釣りの動画じゃなくて、筋トレの動画になります。魚釣りの動画見たかったって人も多いと思うんですけど、まあ、筋トレの動画見たくないって人は全然スルーしてもらっていいので、今日はよろしくお願いします。で、今日行くジムが、エバーリブっていう、まあ、フィットネス業界で有名な方が最近オープンしたジムで、まあ、家からそうですね、1時間かかんないところにオープンしてるんで、今日行ってみたいと思います。で、はい、今到着しました。今からいろいろやっていきたいと思います。頑張ります。
Thank you.
はい、お疲れ様でした、今日は胸と背中と胸にまた戻ってやりました。で、最初ダンベルやったんですけど、ダンベルプレスやったんですけど、ポンド表示やったんですよ。で、俺ポンド表示よく分かんなくて、まあ、とりあえずいつも40キロを上げてたんで、40キロっぽいやつをまもなく右方向です握ってやってみたんですけど、まあ、ちょっと重いなと思っててやってたんですけど、後で見たら45キロでした。45キロとか持ったことなかったんで、まあ、それを40キロと思って持ったんで、なんか意外にできましたね。多分それが45キロと思ってやったら、多分ちょっとビビってやってなかできなかったかもしれない。はい、あとは背中はマググリップが今流行りのマググリップがいっぱい全部あって、あとなんか階段状の、なんだろうな、何バーっていうのかな、わかんないけど、ここを右です。あれがめちゃくちゃ良かったですね。マググリップよりそっちの方が良かったですね、自分的に。で、あとは胸トレの最後に、この先しばらく道なりです、ティーバーローを逆からこう、そしてこのなんだろう、インクライン気味にこう収縮を効かせる、なんていうのかな、あれもめちゃめちゃ良かったっすね。あれ2回やりました。はい、というところで、今日は筋トレの動画でしたが、いいなと思った方はグッドボタンをよろしくお願いします。以上です。